い、こんにちは。GoPro を買いました。この GoPro は高齢者の持つものではありませんが、GoPro を買いました。これを高齢者用に改造します。これから改造ビデオをご覧いただきますが、まず、ここの充電ポートのカバーを外します。今さら水中に入って撮影するわけではないので、この防水カバーを外します。それで、このハウジングの改造をします。バイクに乗るわけではないですし、自転車も乗りません。自転車につける用はないので、まずハウジングのマウントステを全て切り落としました。全て切り落とすと、このように立ちません。ここにステーをつけて立つようにしました。このマウントステーを切り飛ばした後、カメラナットを埋め込みました。これでこのマウントにセットします。このハウジングフレームをつけたままで充電ができます。データの取り出しができます。まずこのカメラナットでこんな撮影ができます。手元撮影ですね。今回の改造の一番の目的はこれです。カメラ用のストラップを取り付けられるようにしました。こんな塩梅です。この状態で DIY 作業の撮影をしようかと思っています。もう少し短くこうして、これでも撮影できるのではないでしょうか。我々高齢者向けに作ってない GoPro を我々用に改造してみました。静止画像の写りは最高です。でかい一眼レフをぶら下げて歩くよりよっぽどスマートと思います。では制作過程をご覧いただきます。
んなものを持って、現場の調査などに行きます。これは打診棒、打音棒とか言います。この棒に GoPro をつけようと思います。GoPro の改造です。
実際に首から下げた撮影をしてみます。手ぶれが相当効いているはずです。次、ストラップを外します。こんな便利な撮影をしようと思い、こんなアイテムを作ってみました。